なんだこれ。さあ、ガラクタか。おい、誰だ。なあ、これってオリジンのかけらだね。こんなとこにもあんだな。よく誰にも拾われなかったな。僕たちにとって必要なものだが、他の人間にはそうは見えないのだろう。ま、ラッキーだと思ってもらっちまおう。おい、誰だ。そいつをよこせ。ノア、こいつ。ああ、ただものじゃない。早くしろ。そいつってこれか。なんでお前みたいなわけわかんないやつに。みんな構えろ。関係ねえ。襲ってきたこと後悔させてやる。今更だけど話し合いに応じる気はない。話す気はねえってことかよ。おい、逃げるのか。飛び込みやがった。一体あいつは。貴様らどこの所属だ。ケベスの兵士だよ。お前たち覆面の男を見なかったか。我々は奴を追っていて。待て、アグヌスといるってことはこいつら例のウロボロスじゃないか。女王に盾つく反逆者どもか。はあ、何って。シラを切り通せると思ったか。おい、やるぞ。次から次へと何なんだよ。撤退だ。本当なんなんだよ。まったくだ、散々な目にあったぜ。そういえばあの兵士たち。ああ、先ほどの男を追っていると言っていたな。どうして追われてたんだろう。ケベスに追われてたということは俺たちの敵ではなかったのかもしれない。いきなり襲ってきたのにか。とはいえ味方とも思えないが、脱走兵の類じゃないか。なあ、川に飛び込んだんだから川下に行ってるはずだろ。追って確かめりゃいいんじゃねえか。敵という可能性も捨てきれないが。敵ならぶっ飛ばす。そうじゃないなら話ぐらい聞いてやる。どうだ。どうだと言われても君は直情的すぎないか。どうする。行ってみよう。追いついたぞ。今度は逃がさねえ。足がつくようにしてやったとおり、わざわざそいつを持ってくるとはな。何、迂闊が過ぎるのではないか、ウロボロス。この人ウロボロスを知って。おい、あんた一体何者だ。答える必要はないな。ケベスに追われていたみたいだけど。
おい、本当に答えねえつもりか。話をしたいんだ。少しでいいから聞いてくれ。ん？ああ、そうだ、名前。俺たちは。いらん。要件だけ話せ。ケベスに追われてるんだろう。事情を聞かせてくれれば。知ってどうする。え？お前たちには関係のないことだ。じゃあ、私たちに関係あることなら、あんたも答えられんだろ。あんたは私たちの敵か。まただんまりか。不必要な詮索をしなければ敵対はせん。とか言っていきなり襲ってきたじゃねえか。だからなんとか言いやがれ。ちょっとユーニ、こういうはっきりしねえのが一番嫌いなんだ。こいつ星さんに襲ってきたんだろ。ただの警告だ。それは今のお前たちに必要のないものだからな。余計なことに首を突っ込むな。わけわかんねえ。じゃあ何か、またこいつ目当てに襲ってくるってか。言っただろ、詮索をしなければ敵対はせん。あんたにとってこいつは必要なもんなのか。さてな。じゃあ、あんたは。こいつ星さんに襲ってきたんだろ。あれは警告だ。それは容易に扱えるものではないからな。警告でバカスカ撃ってくるやつがいるか。オリジンのかけらを何に使うつもりなの。言っただろ、詮索をするな。これは私たちにとっても必要なもんなんだ。無論知っている。だから銃を下ろした。じゃあ、あんたは。待て、お前たち、つけられたな。つけられたって。あれは見つけたぞ。貴様ら、やはりグルか。な、ちげえよ。お前のせいで面倒なことになったじゃねえか。俺はそんなヘマはせん。手を貸してやる。潰す。やることなすこと、いちいち過激なんだよお前。何をごちゃごちゃ言っている。おいお前ら、ピットライルぞ。もうしつこかった。ここに長居しない方が良さそうだ。ああ、そうだな。これ以上のトラブルは避けたい。あいつら結局なんでお前を追いかけてたんだよ。とっつきにくいからだろ。そうか。そうかってあんたな。それはお前たちが持っている。え？それはお前たちが持っている。え？さっきのかけらだろ。必要なんじゃないのかよ。必要なのには変わりないが、お前たちを納得させるのは面倒だ。それお前が喋んの面倒くさがってるだけだろ。いつかそれの意味を知った後で悪用するのなら処分せざるを得んが、お前たちは多少なりとも頭を使えるようだ。今は亡き友の言葉を信じよう。それはお前たちが持っている。え？オリジンのかけらいらないのかよ。言い合いは時間の無駄だ。お前たちに預けておく。じゃあ次見つけてもいきなり撃ってくるのよ。悪用するようなウロボロスなら分からんが、お前たちは多少なりとも頭を使えるようだ。
今は亡き友の言葉を信じよう。なんか引っかかる言い草だな。大意はない。それで、あなたはこの後どうするの？やめとけ。どうせ聞いても答えてくれねえよ。やらねばならないことがある。答えんのかよ。追われる危険を冒してまでか。無論だ。じゃあもう何も言わねえ。生きるも死ぬもあんたの勝手だ。おい。んだよ。お前たちは死ぬなよ。はあ？必要になれば俺を呼べ。手を貸してやる。殺そうとしてきたやつが何言ってんだよ。あれは警告と、お前たちを一つ試した。なんだよそれ。ほんとわけわかんねえやつだな。友の意志に従ったまでだ。あんたの友達って？手を貸してくれるっていうのは言葉通りに受け取っていいのか？どのみちそれを持っている人間を放っておくわけにもいかん。いまいち信用できねえけど、まあ強い奴がいるのは悪くね。手貸してくれるのはありがたいけどよ、あんたのことをなんて呼べばいいんだよ。今度は必要だろ、名前。ちょ、待て待て、名前だよ、名前。グレイ、そう呼べ。何だったんだあいつ。さあな、悪いやつには見え、いや悪そうなやつには見えたけどよ。何か裏があるかもしれないが。できれば敵対はしたくないね。あんなやつと殴り合いなんてもう勘弁してほしいね。グレイか。